本日3月21日にですね、アニサマの公式発表がありまして、第1弾のアーティストがね、発表されました。8月の26、27、28の、ま、金土日のね、3Days の開催となりまして、アニサマのテーマがね、スパークルというテーマであると、あとは演者の発表とか、主題歌のね、発表があって、主題歌は田中秀和さんが担当されてますと。まずね、3日間の出演アーティストを見ていきましょう。まずこちらが1日目、8月26日の出演アーティストさんがこちらでございます。あいみさん、あさかさん、あすかさん、大石まさよしさん、大西あぐりさん、鈴木愛理さん、鈴木好美さん、チコイズハニーワークスさん、月のテンペストさん、サニーピースさん、遠山奈緒さん、トゥルーさん、中島由紀さん、中村修吾さん、マーメイドさん、レイザースイレンさん、ロンドさんというね、17組のね、アーティストが発表されました。注目ポイントとしてはどこですかね。 D4DJ から、まあ、2ユニット出てきたっていうところは、まあなかなかね、想定してなかったというか、 D4DJ のね、アニメはありましたけど、そこまでこのね、2ユニットは出演してたかと言われると、まあ出演してないかなっていうね、感じではありますけど、まあこの2ユニットが出てきたっていうのは非常にね、あんまり想定してなかったところかなというところと、あと真ん中のね、2ユニットですね。こちら、まあ知らない人は何これって感じかと思うんですけど、月のテンペストさんとサニーピースさん、アイドリープライドというね、作品から2ユニット出演ということでね、これはマジでびっくりした人多いんじゃないかなと思いますね。なんか、そんなに大きいコンテンツだったんだ、みたいな驚きがね、僕もありました。僕自身もアイドリープライド、大好きな作品ではありましたけど、ソロライブというかアイドリープライドのライブには行ったことはなかったので、こうやってねアニサマで見れるのはね非常に嬉しいなというところでございます。アイドリープライドはね、神田沙也加さんのお話もねあったりというところで、まあ、出るならこのタイミングしかないかなというところでね、まあ、2ユニット出てきてくれたのはね非常に嬉しいなというところでございます。あとはまあ珍しいところで言うと、チコイズハニーワークスさんが出るのはちょっと珍しい印象がありますかね。まあリスアニライブにはまあほぼほぼね毎回出てる印象はあるんですけど、アニ様にチコハニが来ることってあんまりなかった気がするんで、ここは結構ねレアな気がしますよね。どうなんだろう、初出演と書いてある。あね、やっぱり2022年ね、チコビズハニーワークスさん、アニサマ初出演ということで、フェスによく行く人でも、まあ、リスアニライブに行かないとね、まあ、チコハニさんには出会うことないので、これはね、非常に貴重な機会かなと思います。ね、まあ本当にチコハニさんはね、どの曲も盛り上がる曲ばっかりだし、ライブパフォーマンスとしてもね、盛り上げるのが非常に上手なね、ユニットさんですので、まあチコハニさん見たことない人はね、めちゃくちゃ期待して行っていいと思います。あと個人的には、中島由紀さんですかね。まあ最近のイメージとしてはね、まあロゼリアの方というね、印象が強かったり、失格門の最強賢者のエンディングを歌ってるというね、印象があるかと思うんですけど、この方はね、アーススタードリームの方なんですですよね。アーススタードリームって何みたいなね、まあ、人もいるかもしれないんですけど、血液型くんとか低級とか魔法医とかの楽曲を歌ってたね。正直そこまで、まあ、メジャーじゃないユニットって言っていいのかな。でも第一線ではないながらもね、こう一生懸命活躍してたユニットさんのね、まあ一人である中島由紀さんがね、こうやってアニ様に出演したっていうことがね、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいし、まあ、僕低級のねブルーレイ全部持ってるぐらいにはね、実はアーススター作品大好きなんで、これね結構嬉しいなというところでございますね。感慨深いというか、そういう感じです。個人的なところとしてはね、まあ一番好きな女性アーティストさんはね、トゥルーさんだと申しておりますので、はい。まあ金曜日はね、トゥルーさんもいらっしゃるし、ポップのメンバーもね、素晴らしい方々なので、まあもちろん参加しようかなというところでございます。はい。こちら2日目ですね、8月27日土曜日の出演アーティストさんですね。青いエールさん、天宮空さん、アンジェラさん、石原香織さん、伊藤美久さん、ウマ娘プリティダーダービーさん、大橋彩香さん、梶原学徒さん、グランロデオさん、ザックさん、スピラスピカさん、ダイアローグさん、フローさん、マッドキッドさん、レオナさんとなっておりますね。個人的に一番嬉しいのは学徒くんなんですよね。本当に僕は学徒くんのねデビューの頃から応援してたというか、まあ、学徒くんといえばね、まあ、ブラッククローバーのアスタくんなんですけど、本当にね最初ブラッククローバーのアスタくん、まあ、正直演技うまくなかったんですよね。特に笑い声がなんかちょっと違和感がすごいあって、最初はねちょっと大丈夫かなみたいな声もね、まあ各方面から上がってくるぐらいにはね、ちょっと不安なところも
あった声優さんだったんですけど、そのブラッククローバーもね、こう年々時が経つにつれてね、もうアスタ君はガクト君以外考えらんないなっていうぐらいには、本当にガクト君がねぴったりな声になってきて、でしかもブラッククローバーのエンディングテーマのねアウォークっていう曲でねアーティストデビューしてくれたっていうのもあって、僕がブラッククローバー大好きだったっていうところも含めてね、非常に思い出のある声優さんでありアーティストさんなんでね、こうやって兄様に出てきてくれたことがね非常に嬉しいなぁと思っております。まああとはまあ有名な役としてはね、来期はねシャドーバースフレームがありましたけど、一作目のねシャドーバースの方で、まあ、ヒーロくんっていうね主人公の役もやっておりまして、まあ、当時ブラッククローバーとシャドーバースがね同時に放送してた時期がありまして、まあ、僕少年向けアニメめちゃくちゃ大好きなんで、本当にねこのガクトくんがその2作品で主人公をやってた時期はね本当に幸せだなって感じだったんで、その辺も含めてねガクトくんが兄様に来てくれるのはすごいね嬉しいなと思っております。馬は誰が来るのかな。馬というとね脇あずみさんだったり河野まりかさんだったり、あとまちこさんだったりっていうところがね、まあ、メインどころになってくるかなと思いますけど、結構なんか珍しいメンツが来ますね。まあでもね、本当に馬は兄様で盛り上がりますので、その辺もね、非常に楽しみにしております。マットキットさんはちょっとレアなんじゃないか？そうですね。まあマットキットさんといえば、まあ盾の勇者の成り上がりのね、オープニングテーマということで、まあ今は、第1期の方のね、ライズって曲がありまして、まあここにも書いてあるんですけど、シーズン2のね、ブリングバックって曲も担当されるということで、まあ、おそらくそこの2曲をね歌いに来てくれるんじゃないかなということで、おおよそ兄様に来るような方々ではないという印象なので、こういうね貴重な機会ありがたいなと思いますしね、盾の勇者もね僕大好きなのでかなりレアな機会としてね盾の勇者のオープニングをね味わいたいなと思っております。あとはフローさんですね。はい、今ボルトのオープニングテーマゴールドですね、あれめちゃくちゃいいじゃないですか。多分ボルト見てる人、あのフローのねゴールドとかいう曲とんでもねえって思ってると思うんですよ、まあ、映像と合わせてもね本当にすごい楽曲だし、まあ、ボルトにもねぴったり合った楽曲なので、そこら辺がね、フローさんは僕ワンマンライブとかも行くぐらいには好きなんですけど、まあ、兄様っていう舞台でねこうボルトのオープニングのゴールドとして聴けるのがね非常に楽しみですし、ワンチャンねあのボルトのオープニングがね埼玉スーパーアリーナの大スクリーンで流れるのかなと思うと、それもね非常に楽しみに感じております。で、まあ、フローさんとねセットといえばここですよ、グランロデオさんということで、知ってる人は知ってるというか、まあアニソン界隈の人ならまあ知ってるかなって感じですけど、かつて、まあ、フロー×グランロデオというね組み合わせがありまして、7つの大罪のね主題歌を歌ってた時期もありました。セブンとかね、本当にあの辺の7つの大罪ね、まあ、別にずっと7つの大罪は好きですけど、当時ね放送してた頃もあのセブンとかね兄様でやってくれてたと思うんですけど、またね再びこの2022年、しかもね7つの大罪が結末を迎えて劇場版まで終わった後にフロートグランロデオの組み合わせの7つの大罪の楽曲がねまあ、おそらく聴けるだろうというところをね非常に楽しみにしております。マジで嬉しいですね。まあザックさんもねちょっと前の兄様といえばもうねザックさんとモツさんみたいな時代がありましたけど、今期はねザックさん笑おうの壮烈のね悪夢を引っ提げてやってきてくれますので、ライブで盛り上がる楽曲ではないんですけど、個人的にちょっと笑おうの壮烈がめちゃくちゃ大好きなのとね、生で悪夢を歌うザックさんが見られるっていうところでね、その辺も含めて非常に楽しみにしております。まあ、僕もザックさんワンマンにも何回か行ったことあるぐらいには好きなんでね、こうやって兄様に出てきてくれるのも嬉しいですね。あとはまあエイルさんかな、青エイルさんをね兄様とはゆかりのあるというか因縁のあるというかね、まあ、出れない時期もあったりみたいなこともありましたが、今回は間違いなく現在放送中のコードギアスのねオープニングテーマフェニックスプレイヤーをね引っ提げてやってきてくれるかなと思いますので、いやー非常にね楽しみにしております。コードギアスも15周年イヤー、そしてねまあ、フローさんもいらっしゃるというところで、まあ、非常にね2日目はコードギアス関係は期待していいんじゃないかなと個人的には思っております。3日目は8月28日日曜日ですね、出演が決まっているアーティストとしてはアイリスさん、アルカナプロジェクトさん、内田真彩さん、内田優馬さん、サジさん、ジャイロアクシアさん、鈴木愛菜さん、鈴木みのりさん、ナナシスさん、フォーユーさん、カラクリさん、トライセイルさん、花澤香菜さん、はるかさん、柳凪さん、ワンズさんとね、
なっております。一番ね、注目を浴びていますのはこちらですね、ナナシスの彼女たちですね。この、3組でございますね。個人的には非常に申し訳ないんですが、あまりコンテンツについて詳しくないので、曲がいいのは非常にね分かってはいるんですが、コンテンツとしてちょっとあまり知らないのでね、アニサマ始まる前にしっかりね予習しておきたいなというところでございます。珍しいところで言うと、やっぱアルカナプロジェクトさんですかね。まあアルカナプロジェクトさんといえばね、2020年デビューということで初アニサマだと思うんですけど、もちろんね引っ提げてくる曲は白い砂のアクアトープオープニングね、2曲ともございますので、個人的には初めて聞く機会としてね非常に楽しみにしております。どちらもね本当に名曲なので、アニサマでこれを聴けるっていうのがいいですし、本当にワンチャンねアクアトープの映像が裏で流れる可能性もあるということでね、ここは非常に楽しみにしております。あとはワンズさんかな。ワンズさんというとよく知られてるのはね、スラムダンクの世界が終わるまではですけど、直近だとねコナンのオープニングテーマの真っ赤なリップとゆらゆらもね担当されてるということで、世界が終わるまでは歌うと思いますけど、あとはどういうセットリストにしてくるのかっていうところでね、そこも非常に楽しみなところでございます。内田兄弟の2人ですかね、内田真彩さんと内田優馬さん。すごいね、内田真彩さんのプロフィール欄総称イノセンスが載ってますね。おもろい。内田優馬さんは最新タイアップとしては、灼熱カバディのねカミンバックがあるということで、タイアップとしては5、6曲ね持ってらっしゃいますので、歌う曲には苦労しないかなというところですね。内田真彩さんは来期放送アニメのね、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいという作品の聞こえるっていうね楽曲を担当するということでね、それより前のストロボメモリーとかもありますけど、本当にね大人気アーティストというか大人気声優さんでもありますので、何をやっても大丈夫でしょうという感じでね、非常に楽しみにしております。ミュージックレインのメンツ、はるかさんとねトライセールさんがいらっしゃるということで、ここら辺はね盤石の布陣でございます。天宮そらさんは2日目かな出演なのでね、天宮そらさんは土曜日曜と出演になるわけですね。あとはレアなところで言うと、ザーさんはアニサマ初、おそらく花澤香菜さん、アニサマ初出演ということでね、プロフィール欄にゼーガペインの神凪涼子役でって書くのはちょっと個人的にはちょっと大丈夫ですかって感じですけど何歌ってくれるんだろう。個人的にはね、あれですね、花澤香菜さんがねタイアップを持っているカトリー・エイル・レイトンのね主題歌大丈夫っていうね名曲があるんですけども、個人的にはねそこが非常に楽しみでございます。はい。あとはジャイロアクシアさんが来るのはちょっと面白いというかね、珍しいというか、アルブナビスが来なくてジャイロアクシアが来るんだみたいなね驚きはありますよね。でも曲としてはね非常にかっこいいので、そこら辺もね楽しみにしておりますが、結構3日目は男性が喜ぶ感じのアーティストがね多いメンツなので、その辺がちょっとだけ心配かなっていうぐらいですかね。ということで、アニサマ2022のね出演アーティストの簡単な紹介と個人的な楽しみだったりとか感想だったりとかの話でございました。まだ3月なんで、こっからね出演アーティストもどんどんと発表されていくとは思いますが、7月ぐらいにはアニサマのセットリスト予想みたいなね動画も上げて、アニサマにね初めて来るような人でも、この曲予習しとけばいいんだなみたいなね参考になるようなね動画も上げたいと思っております。ただね、アニサマの一番の予習はねアニメを見ることなんで、はい、曲だけ聴いてりゃいいってわけじゃないんで、アニメを見てそのアニソンにしっかりと感情移入してね、この曲聴いたらこのアニメのあのシーン思い出すなみたいなところまで含めて予習だと思っておりますので、特にこっからの2022年春アニメのね楽曲は結構歌われることが多いかなと思いますので、来期アニメもしっかりチェックしてアニ様にね備えていただければと思います。ということで、アニメロサマーライブ2022のお話でございました。ありがとうございました。